オーロラ歴119年、巨大な遺跡が現れ、旧世界のすべてが再会と呼ばれる怪物たちに滅ぼされた。生き残った人々は廃墟の上にシェルターを建て、再会の陰に隠れていた。ある日、再会のコアを自分に移植することに成功した人が現れた。ついに人類は精霊という再会に逆らえる力を手に入れた。高い壁が建てられ、精霊の力もあり、人々はシェルターから出て、再び日差しを浴びている。人間の希望を集めているこの場所は、パークスと呼ばれている。だがある日、ある精霊がザーフォレンスになった。精霊の恐ろしい本当の力が明らかにされた。崩れての鍵が、壁の外の壁。そうできなかった。はじめまして、長官様。ボガッテンシェルターの指揮官であるシャーロット・モーエン、あなたに敬意を表する。長官様に任せるぞ。兵士、前へ進め。长官，请选择一个元件拖动至回响中心区域。
長官様。こんにちは。私、アイリーンです。使用一剑上阵、可以快速上阵战力最高。コマンドはすでに受領済み。移動開始。長官様に任せる。コマンドはすでに受領済み。移動開始。长官，我们在战斗中获得了心灵经验和心灵装备，可以用于提升心灵战斗力。提升心灵等级可以提升心灵的攻击与生命。シェルターを守り。提升心灵等级，心灵经验可以通过远。当前等级已达上限，我们需要进行等级突破。突破可以提升等级上限。长官，装备分为四个部位，装备有品质区分，绿、蓝、紫、橙、红。品质越高，装备属性越……根据章节内容完成任务，可以完成第一章节全部任务，即可激活首个机甲。シェルターは長官様に任せる。兵士、前へ進め。長官様に任せる。兵士、前へ進め。长官，我们在关卡奖励中获得了常规回响许可，可以在回响中心招募心灵。选择跳过动画，即可跳过回响动画。精霊兵団改造指揮官不発。コードネーム070。ブラディって呼んでくださいね。恭喜您招募到一名新心灵，请前往上阵。私、頑張れ。私が出…シェルターは長官様に任せる。兵士、前へ進め。シェルターは長官様に任せる。兵士、前へ進め。私が出…シェルターは長官様に任せる。兵士、前へ進め。ついに私の出番。コマンドはすでに受領済み。移動開始。私がシェルターは長官様に任せるぞ。兵士、ついに私の出番。コマンドはすでに受領済み。移動開始。私シェルターは長官様に任せるぞ。
私、頑張れ。ついに私の出番。コマンドはすでに受領済み。移動開始。ボディーガード以外のこともお願いしていいですよ。指揮官様、故郷を立ち去った理由？それは戦闘の準備はいつでもできてます。私の持っている銃、傭兵はね、今の状況に慣れる。勝手に触らない。他に何かあるのか。長官様、勝手に触るな。私と一緒に。うん、ケイト・ハルシーと申します。